えっす。今からあのポケモン実況者のバンビーくんがね、僕の家に遊びに来るんですよ。で、ちょっと今回バンビーくんを罠にはめようかなと思ってて、ポケモンやってる方ならね、わかると思うんですけど、まあ、今シーズンが1月1日までなんですよね。で、そのバンビーくんに、その1月1日に、まあ、遊びっていうか、なんか旅行行こうよみたいなのを、もし俺が誘ったら、そのポケモンと、その遊び、俺の誘いどっち優先するのかっていうのをね、じゃやっていこうかなと。よっす。バンビくんなんか旅行行きたいっつってたじゃん。はい。え、行く？はい。いやいや、別に別に普通に誘ってるだけ。うん、うん、行きましょうよ、じゃあ。あ、マジで行くん？行くんだったら行くの？え、はい。なんか、いつがいいとこある？え、僕、いつでも来ますよ。あ、マジ？うーん、まあ、あれだよね、なんかせっかくだから1月1日とかがいいよね。1月1日、僕予定ないんで空いてますよ。え、1月1日空いてんの？え、いい？1月1日でいいんだ。え、なんか？いや、一回予定確認していいですか？まあ、いや、あんの？予定確認ない、ない、ない、ないっす。あ、じゃあ1月1日でいいんだ。いいっすよ。あ、わかった、じゃあ1月1日でえ？いや、でもやっぱ年始だからえ、なに？いや、なんでもないっす、なんでもないっす。どこ行くんですか？いや、別にそれは決めてないけど、うん、まあなんか日の出見れるとことかがいいかなと思って。おう、富士山？いや、富士山は危なくね？富士山は危ないっすね。危ないっす、危ないっす。1月1日でもポケモンレート最終日だけど、いけてる？ああ、それいい。いや、まあまあまあ、別に。早めに意地取って早めに意地取っていく。え、じゃあそれどういうこと？12月31日ぐらいに。もうダントツ1位取って誰かでも追いつけないぐらい1位取ってて。ああ、そうそう、はい、そうだった。あ、なるほどね。そういう感じや。だから、はい、もう1月1日もし行くんだったらもう30日、もう30日ぐらいにタイトつけてくる。ああ、なるほど、はい、そういう感じ。ああ、はい、じゃあ大丈夫か。はい大丈夫大丈夫か分からんけど。ああ、はい、じゃあ1月1日で。はい。え、特に行く場所とか決めたいんですよ。いや、まあ適当。別になんか、あったいたい俺らも後で決めたし、なんか日だけ決めて。じゃあお任せします。沖縄行った時とかもそうだったしね。あ、そうだったの。うん、はい、うん、OK です。うん、え、トイレ室使ってんの？使ってます。うん、他は？他はバンギアス、環境操作型バンギアス。これマジで強いんで。なんかバンビー君ってさ、なんかポケモンの名前間違えたかった？動画です。動画です。ドランパルト。ドランパルト。ドランパルト。いや、だって新作のポケモン覚えられなくないですか？全然。いや、でもさすがにその動画上げてるし、自分で使ってるポケモンの名前ぐらい覚えといた方がいいと思うよ。はい、なんだっけ？はい。あのなんか間違えてましたっけ、他に。あれ、あのなんか新しいやつ、カラスみたいなやつ。アーマーガーですか？え、なんてなんて。アーマーガー。アーマーガー。いや、違う。それも間違えてる。ん？え？ん？え？カラスのやつですよね。うん。え、アーマーガーですよね。え、ちょ、最後、伸ばしてるよ。あ、だから。アーマーガー、あ。アーマーガー。あ、あ、あ、まあまあまあ、確かに。伸ばしてるよ。そうですね。まあまあまあ、でもそんなに大した先じゃないと、よくないと思う。はい。そう、動画、ね。はい、ごめんなさいね。ポケモン作った人に対するマサさんにね、リスペクトが、そうそう、足りないと思います。うん、わかりました。今後気をつけます。そう、ちょっと笑ってるけど、これ全然笑い事じゃないから。はい、じゃ、マジで一旦マスターに謝ってる通り、マスターにマスターさんすいませんっつって、マスターにどこにマスターさんいます今。あ、そう、マスターさん、マサさん、あそこにマサさん、本当にもう二度と今後絶対ポケモン名を間違えないので、どうか許していただければ嬉しいです。ごめんなさい。これで大丈夫ですかね、マサさんも。まあ多分そうね、笑ってるからね。笑ってますもんね。笑ってる。いい笑顔っすね。はい、笑顔になってる。うん、
ちょっと無理っす、無理です。あの、何一つ成功してないっす。やりたかったこと。何がやりたかったの結局。いや、そのいや、当てていいっすか。あ、いいよ。行ったら、まあ、僕はさっきご飯中に旅行行きたいなって言って、あ、そうだね、なんで1月1日行こうよ。あ、はいはい、はい、で、池袋集合ね、朝0時ポケセン並ぶ。いや、全然違う。違う違う。いや、だからそれは、はい、その話は、だからなんだろう、その1月1日旅行に行くっつったら、そのレース最終日じゃん、はいはいはい、だから断るのかなっていう、それだけ。ああ、ポケモンやるから、いや、その日は行けないっつって断るのか、そっちか、それとも来るのかって話。あ、それはね、うん、まあ、レース最終日忘れてましたね。忘れてたの。エアプじゃん。え、あれ1月1日の朝なんですか。いや、多分9時とかじゃない。あ、そうなの。1月1日の今までのパターンだと。もう一個なんかあるんですか。いや、もう一個あるよ。もう一個は、その、なしって、あ、行くって言ったパターンの。いや、ちょ、その関係ないっす。関係ない。そこ関係ないっす。そこ関係ないっす。ドラパルトを言えるかどうかみたいな。いや、まあ、場所的にはそこら辺だけど、内容は全然違うっていう。何だったんですか。いや、なんかその、ポケモンの名前間違えてるじゃん。はいはいはい、間違えてたでしょ。間違えてました。それに対してガチで怒るっていうあれだったけど、普通にちょっと笑いすぎた。普通に。あ、そういうことだったの。あ、そうそうそう、普通に俺がめちゃくちゃ笑ってた。いや、でも確かに、いや、でも1月1日行けるって言ったのはちょっと俺が浅かったかもしれない、うん、ちょっと浅かったね、そこは。浅かった。俺断るかなと思ってたけど、うん、ちょっと1日はきついっすみたいな。